山内静雄8月3日1961年6月6日は大日本帝国陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。満州電信電話株式会社総裁。旧名は大良。京都府に山内里志道の次男として生まれ山内聖戦の養子となった。京都府立中学校を経て1897年11月29日に 陸軍士官学校を卒業し、1898年6月27日に公平商位に任ぜられ、同日付で、この絵公平代替付に補えされる。1900年11月21日に公平注意に昇進後、陸軍方向学校普通科を優等で卒業し、同校高等科卒業後も、さらに院外学生として在学した。1九百四年三月十四日に、 公平単位に昇進し、陸軍士官学校教官に補せられた後、1907年7月11日に、東京帝国大学校科大学土木工学科を卒業した。その後、大本営野線高等電信部副官、新太尾守備軍司令部副交通兵団副官を経て、1909年11月30日に公平少佐に昇進し、陸軍方向学校教官を経て、 1916年5月2日に公平中佐に昇進し、交通兵団司令部御用係を命ぜられ、参謀本部御用係を経て、1918年11月1日に公平大佐に昇進。さらに、陸軍技術本部部員、陸軍省兵器局機材課長を経て、1923年8月6日、陸軍省省に昇進し陸地測量部長に就任。 その後、陸軍技術本部、第二部長、追記本部長を歴任し、1928年3月8日、陸軍中将に昇進した。1932年8月8日、大名となり、同月30日予備役に編入された。その後、南満州鉄道株式会社顧問となる。1933年に、満州電信電話株式会社が設立されると、 取締役、ついで総裁に就任し、1937年まで、勤めた、1961年、死去、ありがとうございます。